にちは。826アスカです。皆さん元気にしてますか？はい、今新型コロナウイルスの影響がすごく大きくてですね、東京の方では何度も緊急事態宣言が出されて、外出の自粛が続いておりますけれども、私の住んでいるね、福井県でも今県独自の緊急事態宣言が出されています。今感染拡大が本当に 急激にね増えてるようですので、本当に皆さん気をつけていきましょうね。私も、ここ最近は本当に外出を控えていて、家にこもりっきりなんですけれども、なんとか毎日元気にやっております。元気元気。2021年の5月に、予定しておりましたステラボールの公演なんですけれども、一度延期となりまして、最終的には緊急事態宣言で中止となってしまって、皆さんにね会うことができず、とてもとても残念でした。いろいろと準備もしていてですね、撮影をね入れるとか、あとセットリストはどうしようかとか、あとはね衣装ですね、どんな衣装にしようかとか、本当にスタッフさんを含めてどういうステージにしていこうかっていうのをいろいろと考えていたので、そして何より皆さんもねチケットを用意してくださっていて、楽しみに待ってるよっていうツイートをねしてくださったりとかしておりましたけれども、本当に本当に残念でした。わー、はい、でも改めて、8月の29日からはまたツアーを開始します。ツアースマイルが開催がね決定しました。イエーイ。そして8月の26日にはバースデーライブの開催も決定しています。イエーイ、ありがとうございます。そしてその1日前には25日ですね、スマイルのアルバムの発売も決定しています。わーい。あとは、アーティストブックの発売もあったりして、今年の夏はとても楽しく充実した夏になりそうです。ありがとうございます。ツアーだったりライブの情報はですね、基本的にツイッターやホームページの方で、告知していきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ではでは、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。じゃあ元気にお過ごしください。またねー。バイバーイ。